ここへ入ってきてはいけませんよ。ここはもうあなたの家ではないのです。え、ご存知ないのですか。あなたは破産なさったのですよ。随分借金を抱えておられましたからね。ここは差し押さえられ売りに出されるのです。売りに。ええ、この家を担保として取っておられたあの方が買い取られるそうです。しかし嫌な夢だったな。どうしてあんな夢を。お掃除ですか。あ、そうか。俺は彼女に借金をしてる。潜在的に威圧感を感じてるのかもしれない。私もいつかああいう家に住みたいよ。きっと住むんだって。家を抵当金させていただく手続きはとっても厄介でして。しかし用心した方がいいな。家を担保に取られてるのは事実だ。あんな顔してるけど結構やり方は強引だしな。利子だって決して安かないぞ。とにかく早く金を作って返しちまうことだ。それが一番だ。お母さん元気？うん元気よ。今ね庭の掃除してたの。庭があるのもいいけど手入れが大変よ。手伝ってくれる人？そりゃそういう人がおるんじゃったらいいけどね。はあ、お隣の人？ぶち感じのええ人なんよ。うちのゴミ袋も一緒に捨ててくれちゃったりしてね。好意を持ってくれちょるのは確かだけ。どんな顔って。そうね、死んだお父さんの若い頃にちょるんかね。目の辺とか私のお婿さんにチャンスあるかな。シミダのやつ。お母さん、またこっちから電話するわ。ごめんね。全財産はこれだけか。3,720円。今日飯を食ったらおしまいだな。会社の給料は余ってられない。何かやらなきゃダメだ。稼ぐんだ。金を稼がなきゃ。何も言う何も言うな。今夜の月も
眼鏡かけて青い服着た男の人見かけませんでした？さあ逃げられちゃった。は？先月10日だけの約束で5000円貸した人なんです。知らないうちにアパート引っ越しちゃってそれっきりなんです。間違いなく彼だったんだけど。今日はご出勤ですか？は、会社は停職処分だったんじゃないですか？1ヶ月間。それは明日からです。明日から。大変ですね、奥様もいらっしゃらないのに。ずっとお家にいらっしゃるわけですか？アルバイトして働きます。あなたに213万返さなくちゃなりませんし、生活もありますから。私のお金だったらゆっくり返していただいて結構ですから。そうはいきません。アルバイトの果ては終わりですか？今日から探します。だったら一緒に探しません？私もいろいろあって今の会社辞めようと思ってるんです。金融関係いかがですか？いろいろ他と比較してみたんですけど、やっぱり金融関係が一番率がいいみたいなんです。お金を手に入れるなら貸金業がおすすめです。金貸しですか？困ってる人にお金を貸して喜ばれて、とっても素敵な仕事ですよ。あなたはそう思ってるでしょうが、借りてる方はそうは思いませんよ。たった5000円で取り立てに追い回されて、おちおち街も歩けないわけですからね。それは約束を破るからいけないんです。10日で返すと言った以上10日で返さなくちゃいけないんです。1年は365日で1日も延ばせないんです。そういうルールなんです。違いますか？それは。山野辺さんは追われてる感じがするわけですか？そりゃ213万も借りてるわけですから、普通の気持ちではいられませんよ。バス代がもったいない。駅まで歩きます。だったら早く私にお金を返してください。普通の気持ちでいてください。アルバイトで213万円を働くのは大変です。やっぱり率のいい金融関係をおすすめします。お気持ちが変わったらここへお電話されるといいです。いろいろ紹介してくれると思います。先日ご紹介した加谷一平さんです。頼りになると思います。停職処分中にアルバイトだ？停職処分というのは自宅に謹慎し、会社にかけた迷惑を深く反省しろということだ。それアルバイトなどととんでもない話だ。大体君は我が社の社員としての誇りはないのかね？誇りは今度の処分で失いました。何？
総会屋の中里さんに1300万の保証金を払えと私に命じられたのは沼田課長です。課長の命令に従いお金を運んだら停職処分を受けました。会社に忠実なために処分を受けるのでは社員としての誇りなど。私には家のローンなどもあり家計は楽ではありません。誇りもなくお金もないのでは立つ瀬がありません。それでせめてアルバイトでもと。しかし部長の許可がいただけないのでしたら。アルバイトの許可は出せんが、その代わり君には誇りを与えようじゃないか。今回のことは君には気の毒だった。それは皆分かってる。だから僕は来年の人事異動で君を課長に推すつもりだ。は？ただし警察や新聞社など対外的には沼田課長と君に責任を負ってもらいたい。は？総会屋への保証金は全て沼田課長の一存でやったことで、我々役員は何も知らなかったということだ。君にもそのことを証言してもらうことになる。沼田課長は納得してる。あと君が口裏を合わせてくれりゃいい。僕は以前から君が交渉の時に使う土下座ってやつが好きでね。会社のためになりふり構わずっていうのはね。どうだろう今の話。は、君アルバイトなどというものは許可をもらってやるものじゃないよ。あの部長抜け抜けとあそこまで言うかね。課長に全部責任を押し付けて知らん顔か。あれぐらい悪くなきゃそこまでにはなれないんだろうな。毒を食らわば皿までもだ。来年課長にしてもらおうじゃないの。課長は停職3ヶ月か。たまんないな。さあアルバイトだアルバイト。金を稼がなくっちゃな。朝の勤務と夜の勤務を続けてしたりというのは。ああ可能じゃないか。やはりそういう例はない。きつくないから窓を拭くだけだから。
何かやじきんよ。ああ、山田部さん、ええ、ああ先日はどうも失礼いたしました。あの加谷一平です。あ、いや、あんたのことはね、立花由紀さんから聞いてますね。ええ、夕方4時でどうです？はい、はい。場所わかりますか？あ、そうですか。あ、ほんじゃお待ちしております。はいはいはい、どうもどうもどうも。山野辺さん、すいません、私が無理やり一平さんに相談するように勧めたんです。よろしくお願いします。あの人のアルバイト先やったらもう半分決まったようなもんや。え、ゆきちゃんのとこや。私のところ。そや、ゆきちゃん、あんたもう会社辞める気やろだな。あの社長とはもう縁切れたやろ。ですからこうやって相談に。だからあんた他の店へ移るてらあんたケチなこと言わんと自分で店持ったらええねやな。独立したらええねや。ほんであんた山野辺さん雇ったらええねや。一平さん、独立って、独立するにはお金がいるのよ。そうや、あんたが独立すんのやったらな、禁酒にでもなろうか資金出そうかいう人がいてんねや。あんたなら絶対やれる。ダリアの年商倍にしたあんたや。あんたはな、人に雇われてるような玉やないで。あんた自分でも言うてたやないか、店持つのが夢や言うて、独立するのが夢やて、そんな言うてたやろかな。あのな、その禁止に言うたんね、わし思いっきりあんたのこと吹いてるさかいな。その人もあんた、あんた金貸しの天才思ってるかな。チャンスやで。ベイさん、どうする？連絡すんのやったら今すぐにでも会いに行けるで。私って可愛いかな？その方、どういう方？元日本一の質屋さん。元日本一の質屋さん？うん、あのクレジット会社の坊やのお父さん。え、ないよ、なくなっちゃったよ。あれ、あったのにな。今会社にお電話しようと思ってたんですけど、僕手帳どこ忘れて電話できなくて。奇跡的だな、よくここ分かりましたね。ポスター見かけてね。山野辺さん、お願いですから奥さんに71万円払うように言ってくださいよ。ようやく探し当てたのに借金なんか知らないって顔されるんですから。僕このまま会社帰れませんよ。今いるんですか？楽屋に。何やってるんだ。帰ろう。今仕事があるから。仕事？美智子、関西のツアーって何日までだっけ？来月の10日。レコーディングは12日からだろ。そう、作曲の時間がないよ。スケジュール洗い直してくんない？俺やれないから。大丈夫だって、曲もできてるじゃない。こんなの曲じゃねえよ。
お前まだこんなところうろちょろしてんのか。クレジットの取り立て屋だろ。追い返しまえって言ったろ。15、6万もやってさ、目障りなんだ。心配してくれなくても。16万いただければ今日はそれだけでも。おい西子、その人に払ってもらう言われはない。断れよ。俺たちの借金なんだ。あんた誰？美智子の夫です。芹沢です。美智子、ちゃんとは学生の時から一緒に音楽やっていて、まあいっか、その説明、うん、まあ今いろいろ手伝ってもらってます。そういうことです。俺にちゃんと説明してくれよ。今夜荷物を取りに行きます。荷物？その時お話します。今は時間がないからごめんなさい。美智子、ちょっと待てよ。美智子、悪かったですね、海老原さんには。あ、いや、16万邪魔をしてしまった。仕方ないですよ。僕でも山野辺さんならああいう風にすると思うし、仕方ないですよ。僕はやっぱりこういう仕事向いてないんだ。ああいう時お金握って山野辺さん張り倒すぐらいじゃなきゃダメなんだ。やっぱり会社クビだな僕は。山野辺さん、ヘリコプター興味ありませんか？ヘリコプター？こういうクサクサした時飛ばすとスキッとしますよ。近くに預けてあるんです。飛ばしてきませんか？うまいじゃないですか。関東の大会で入賞したことあるんです。へえ。こういうことやってると会社なんかクビになってもいいと思いますもんね。もともと入りたくて入った会社でもないし。そうなんですか。ええ、親父に無理やり入れられちゃったんですよ、修行のためだって。修行？親父、金貸しなんです。僕に家業を継がせたくてクレジット会社に修行に出したってわけです。でもダメなものはダメですね。一人息子ですし期待に応えたいとどこかで思ったりもしたけど、やっぱり愛せないんです親父の商売。それで幸せが変えると思ってる親父ですから、ついていけませんよ。
だからってどうすれば幸せになれるのかわけわかんないんですけど。連れてまいりました。うん。さあ、中入って。ご挨拶。立花由紀です。ここへ。君はなぜ金貸しをやっているのかな。お金が好きだからです。ほう、そんなに好きなのかね。大好きです。なぜ。幸せになれますから。今いくら必要かな。独立するのに開店資金が最低8000万は。では1億だそう。ただし条件がある。条件。うん。君のことはいささか調べさせてもらいました。なかなか良い。そこでだ。君に私の息子を預けたい。息子の名を頼みたいんだ。今クレジット会社にいるが使い物にならん。君もご存知の通り。できれば君のところで鍛え直してもらいたい。君ならそれができるというのが加谷君の意見だ。ですが。それが第一の条件だ。次に帳簿は必ず私に見せ、純益の3割はこちらに渡す。最後はスカートを少し上げてみてもらえないかな。いや、ありがとう。金だ。確認したまえ。山野辺です。ああ、待ってましたから、あの今日はお電話でお話ししましたように仕事のことで。そのことですけどね、
早速で恐縮なんですが、あんたにやってもらいたい仕事がありますね。ちょっと入ってくんな。あ、君。彼女の荷物を一緒に家まで届けてやってほしいんですわ。彼女の荷物を。すみません。私一人では荷が重いものですから。あなたたちは僕をバカにしてんのか。僕はそんな子供みたいな、子供の使いみたいな仕事をするためにここへ来たわけじゃない。200万稼ぎたいんだ。もう一銭もないんだ。遊んでる暇ないんだよ。ですからその手始めに。手始め。この件に関しては時給を2万円差し上げます。2万円。時給じゃん。全部で1億あるんです。1億。だけではなく、明日からも私の仕事手伝ってくれませんか。会社を作ってお金をどんどん融資して、これを倍、3倍に膨らませていきたいんです。山野さんは土下座一つでビルを建ててきたっておっしゃったでしょ。それはお金の世界でも通じる力だと思うんです。きっと一緒に仕事ができると思います。今朝も言った通り、僕は利益の2割を歩合です。お払いします。100万なら20万、1000万なら200万です。この世界はやり方次第で一月に1000万の利益を上げるのは可能です。うまくいけば私との借金も帳消しになります。うまくいかなければ固定給というわけにはいきませんから、交通費と食費程度。それでは困る。僕はこの一月で確実に借金分稼ぎたいんだ。そんな仕事がありますか。ないからあの事務所にいらっしゃったんでしょ。私一人では力が足りません。見ず知らずの人では不安です。山野さんなら。僕にどういうことができるって言うんですか。お金を貸し付ける相手の調査とお金の回収です。お金の回収？取り立てのこと？できるわけないでしょ、取り立てなんて。できます。山野さんならきっとできます。どうしてそういうことが言えるの。勘です。ずっとお隣の山野さんを見ていて。見ていた？僕を？そうです。あのアパートに越してきてから2年、自然に目に入って、遠くからいつも。ですから分かるんです、きっとうまくいくって。返事は後で結構です。私待ってますから、今晩でも明日でも。ここでいいですか。じゃあこっちへ。
ただいたのはちょうど1時間45分ですから、時給はふんわりにさせていただき、3万5000円になりますがよろしいでしょうか。鴨は本名は正一って言うんです。大学の時軽音楽研究会で一緒で、彼はロックギターと作曲、私はマネージャー、今と同じようなことしてたんです。今と違うのは彼がまだ無名でピックも買えないくらい貧乏で、音楽は夢だったけど、その夢で一生生きていけるなんて思いもしなかった。卒業して彼と別れて、私結婚することや家を建てることや子供を産むことばかり考える女になってたの。人間ってそういうもんだって。そうだよ、それでいいじゃないか。でも去年街で彼のポスターを初めて見かけた時、私負けた。彼は10年かけて自分の夢を実現しようとしてる。私は一体何をしてたんだろう。君が何をしたって。俺と結婚してこの家を建てたんじゃないか。誰の力も借りず二人だけでここを建てたんじゃないか。この家だって立派な夢だよ、俺はそう思ってる。あなたにとってはそうかもしれない。子供の頃お母様たちと別れて田舎のおじいさまに預けられて、だから自分の家が欲しかった。あなた見てるとよくわかるの。朝早起きして一人で掃除機かけて部屋中ピカピカにして。でも私は違うのよ。何が違うんだ。私アース建設の工事現場の近くであなたが仕事してるの偶然見かけたことがあるの。あれよ、あなたクリーニング屋さんの前で土下座してたわ。手も足も泥まみれにして。そんなことやってるのか。そんな仕事して借金して家建てて。そうなんだ。なんだか悲しかったの。私その近くでセールスしてたんだけど、もうどうでもよくなって、町へ出て手当たり次第に買い物しちゃったの。家のローン返済のために1000円切り詰め、2000円切り詰め、そんな暮らしがもうたまらなくなったのよ。どうして。夢がないのよ、夢が。お願いです、私と離婚してください。私を放り出してください。勝手な言い分だということは重々承知しています。でも私は今生きがいを感じてるんです。芹沢さんにかけてみたいんです。申し訳ありません。もう事故、借金のことですけど、芹沢さんについていくために旅費やホテル代であちこちから借りてしまいました。それはあなたには関係のないことですから、私が自分で責任を取るつもりです。芹沢さんも気づいて心配してくれてますし、今月から正式にマネージャーとしてのお給料も出ます。どうか心配しないでください。言ってくれるよな。これじゃ俺の反論の余地は何もないじゃないか。フレンだって怒ってみたって
次元が違いすぎてるもんな。君が何と言おうと、この8年俺たちは夫婦だったんだ。君が何と言おうと、俺はこの8年に誇りを持ってる。俺にはそれしか言いようがない。だから君の借金は俺の借金なんだ。この家の借金も俺の借金なんだ。この8年間の借金は他人には払わせない。俺が払うんだ。それが俺の誇りだ。みちこ、嫌になったら帰ってこい。いつでも帰ってこい。俺はここで待ってる。こんばんは。やっぱり来ちゃいました。会社がクビになる前にもう一度奥さんにお会いして頼んでみようかなって。だけどちょっと遅れちゃいました。俺が払ってやるよ。71万、全部俺が払ってやる。あのロック野郎から一銭も受け取るなよ。待ってろ。はい。山の上です。お願いがあります。今すぐ71万円貸していただけませんか。71万円をさっきの話引き受けますよ。あなたの仕事を手伝わさせていただきます。こうなったら取り立て人でも何でも。だから71万円。中へどうぞ。素敵でしょ。こういうのは私の夢だったんです。本日までの山野辺邦彦様への貸金残高は287万6030円です。誠にありがとうございました。